皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2022年公開の、トップガン、マーヴェリック。現代、トップガン、マーヴェリック。監督はジョセフ・コシンスキー。脚本は、アーレン・クルーガー、エリック・ウォーレン・シンガー、クリストファー・マッカリー。主な出演は、トム・クルーズ、マイルズ・テラー、ジェニファー・コネリー、など。アメリカ海軍のエリートパイロット養成学校トップガンに天才と呼ばれた男、マーヴェリックが教官として帰ってきた。マーヴェリックは、守ることの難しさ、戦うことの過酷さを教えようとするが、訓練生たちは彼の型破りな指導に困惑し反発する。というストーリー。第1作から36年ぶりに公開された続編で、いろいろな意味で前作を超えている両作。トム・クルーズとバル・キルマー以外は再登場するキャラはいないものの、冒頭シーンだけで一気に前作の世界観に呼び戻す演出は素晴らしい。見どころは文句なしに、CG やグリーンスクリーンを一切使用していないという戦闘機のシーン。さらに、ただのアクション映画で終わらず、マーヴェリックと周りの人間ドラマも織り込まれて、全体として完成度が高い。本作を単独でもそれなりに楽しめるが、前作の事前チェックが絶対におすすめ。ということで、評価は。Thumbs up.